以前にも取り上げたね、VTC アクチュエーターの件なんですけど、エンジン始動時にね、ガラガラガラみたいな音が鳴るっていう、まあ症状なんですけど、まあ相変わらずその VTC アクチュエーター自体は交換してなくて、でやっぱりですね、点検に出して帰ってくるとやっぱ鳴り始めるんですよね。でその後1週間ぐらいするとだんだん音が出なくなるんですけど、今ね1週間まだちょっと経ってないぐらい、5日ぐらいなんですけど、相変わらず音は出てるんですよね、始動時ね、朝一の始動時。例えばちょっと運転してね、例えばちょっと休憩して、でまたかけ直す、エンジンかけてっていう場合はならないことが多いんですけど、朝一にねエンジンかけるとガガガガガみたいな、ガラガラガラみたいな音が鳴るっていうのは相変わらず出てますね。やっぱ点検から帰ってきてからなんですよね。なのでやっぱタイミングベル、多分なんですけど、タイミングベルトあの辺多分チェックすると思うんで、点検の時ね。なのであの辺を触るとなんかね、ちょっとなんか影響を与えて音が出るということになるんじゃないかなって気がするんですよね。音が鳴るその、症状、流れとしては、そもそもその VTC アクチュエーターっていう、そのアクチュエーターの中に、まあ、圧力がね、まあ、保持される、これ前も話しましたけど、圧力がまあエンジン切ってもある程度の間圧力が保持されなきゃいけないんですけど、まあ、その圧力がまあ抜けてしまって、で、まあ、エンジンかけた時に圧力がこうかかるという時にどうも音が鳴るんじゃないかって話なんですけどね。ちょっと詳しい構造分かってないんであれなんですけど、ただその圧力が抜けることによってそのエンジン始動時に音が鳴るっていうことみたいなんですよね。なので、まあ、一定期間ずしばらく乗り続けるとそれが出なくなるっていうのは、まあ、圧力が、まあ、ある程度ね抜けにくい状態に、まあ、1週間ぐらい経つとなっていってるってことだと思うんですよね。まあ、何やこれ、まあ、なので相変わらず交換はしてないです、 VTC アクチュエーターね。うん、でまあ、いつもだったらそろそろ音が鳴らなくなってくる頃だと思うんですけど、今日の朝なんかもまだ鳴ってましたね。はい。でまあ、最初に VTC アクチュエーターの件を取り上げてからだいぶ何年か経ってると思うんですけど、まあ、特段ねなんかその音が出るっていう以外の不具合、問題が出てないので、なんかどっか車壊れるとかそういうこともないので、まあホンダユーザーの方はですね、まあ、VTC アクチュエーターもし音がガーッと鳴ってもですね、まあしばらく乗り続ければ消える可能性もあるので、まあ、よっぽどねもうその音が消えなくって、もうずっと消えないということで、やっぱ気になるという方は、まあ、交換するというのもありかもしれないんですけど、まあこれ前も言いましたけど、まあメカニック曰く、まあ、そんなにね、まあ、すぐに車自体がどっか他のところが壊れるとかそういうことも、まあ、ないと、基本的にはないってことなんで、まあ乗り続けてもいいのかなって気がするんですが、まあ気持ちよくはないですよね、本当にね。ほんでまたしばらくして音が出なくなるようであれば、まあ私が推察してるのは多分間違いないんじゃないかなとは思いますね。まあ、直接なんでそういうことになるのかっていう因果関係に関してはちょっと私は説明できないですけど、ただまあ点検に出して帰ってくるとなるってことは、まあ、まあ例えばオイル交換した時になるのか何なのか分かんないですけどね。まあオイル交換してなるのか、あとはベルトのテンションチェックとかした時に、まあ、その辺のところもねなんか変化があって変わるのかって感じですね。なんや、はい、ということで、マイカラズ VTC アクチュエーターの方は音が鳴ってるという話でございました。